皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターレッツゴーピカチュウやっていきましょう。まだの方はチャンネルのご登録よろしくお願いします。でピカチュウ版コードプレイでお送りします。ということで今回はタマムシシティのジムバトル、リーダーはエリカ様です。行ってみたいと思います。リーダーエリカめちゃくちゃ可愛いんですよね。あ、ここのジム可愛い。花？ジムリーダーのエリカさん、可愛いポケモンを持ったトレーナーじゃないと入れてあげないんだから。いや、もう肩のピカチュウがもうすでに可愛いと思うんだけど、ダメ？可愛いでしょ、可愛いでしょ。やった撫でていい？いいよね。どうぞどうぞ。私も撫でたい、モフモフしたい。うん、気持ちいい。お腹に顔をうずめちゃおう。いい匂い。仕方ないわね、可愛いポケモン持ってるし、チャレンジを認めましょう。あの判断基準って何なんでしょう。何なのかな判断基準ちょっとね、並べ替えします。最初ガーディー、これで行ってみましょう。あんた、さっきのこの方のポケモンって何かな。可愛いポケモンが多いところ。ミニスカートかわいい。謎の草。あれあれあれ謎の草もかわいいに入る。いや、ちょっと判断基準がわかんないんだけど、いや、ガーディーでもいけたと思うんですよね。違うのかな。で、今回のこちらのジムは草タイプなので、ガーディーが活躍してくれると思います。なんぼなんだから、かわいいな可愛いな、ここ。次、あ、でもピカチュウに切ってもらっていい感じのかなですね。進む道はピカチュウが開けてくれるっぽいです。じゃあどっちも開けられるんだね。こっち側はなんか綺麗なお姉さんが見えているのですが、ここジム結構人がいる。あれ、今のところ引っかかんなかったけど、なんでだろう。今までのジムって3体とかだったけど、ここ何体いるの。あ、真ん中にいるエリカさんは真ん中なんですね。これ戦わなくてもそのまま行けちゃうパターン。あ、見つかりました、エリートトレーナーさんだ。あ、ハーフアップにしてるんだ、気づきませんでしたね。髪型も可愛い。エリートトレーナーのあやかさん、出てくるポケモンは全部可愛いポケモンなんだと想像しているんですけど、うつど抜群だ。シビレゴナ、麻痺ついちゃいますね。でもこのままでも多分かけてくれると思うので、ステッキいいんじゃないかな。妖怪液使うの？効果は抜群。2体目いましたよね。次何が出るんだろう。モンジャラ今作で初めて見ました、モンジャラ。あ、メガダレンなんだ。これはきつい。お、持ちこたえる。ありがとうガーディー、えらいね。入れ替えましょう。不思議マン、行っておいで不思議マナ、頑張って。メガドレイン、ちょっとだけね。今一つが若干の回復をしていっちゃうから、ここ一回当てときたいですね、花びらの前。そしたら倒れるはず。いけました、今一つだけど。入ればもうすぐでしたもんね。回復薬持ってなくてよかった。っていうか使われたらどうしようかっていうところでしたけど、いけました。臭い花は32レベル、やるじゃない。3200円手に入れる。これは
手持ちのポケモンちょっと麻痺を治したりとか回復したりとかしたいので、ここで回復やりましょう。麻痺直し持っててよかった。まあ、TP は技多分大丈夫だと思うので、傷薬で上げていっちゃいます。はい、これでマックス。では先にこっちでいいのかな。2箇所開けるとこ見えてるんですけど、奥はまたちょっと違う道に行くっぽいですね。これで真ん中、真ん中来た。いいのかな、話しかけて。かわいい。はい、いいお天気ね、気持ちいい。寝るの寝るの、かわいすぎるね。ようこそ玉虫ジムのエリカです。お花を生けるのが趣味で、草ポケモンが、草ポケモンが強そうなんだけど、誰がいるんだろう。持ちポケちょっと分かってないんですが、行ってみます。まずはモンジャラ、3体ですね。でこちらはガーディーから、火炎放射先に撃てる。メガトレイン、つらい。相手のレベルは33ですね。格上なんだよね。もう一回火炎放射で倒して、次の2体目で回復考えます。500点検知、あ、ここ撃つゾーンが出るんだ。このままでもいいかな。うわー、毒好きは倒れちゃいますね。ここってユンゲラーかな。毒、草、エスパー、あれ毒にはエスパーいいけど、草、もう大丈夫な気がする。抜群。これで最後のポケモン、ラフレシア。いや、これはもうこのまま再結構戦かな。一発、残りますね。半分までいけました。メガドレイン結構使いますね、エリカさんのポケモンだと。ここの持ち技が気になるところなんですが、まあ、多分これで、あ、でも残るか、残りますね。やばい。いや、ほんとメガドレインは回復量もあるけど、不思議はピカチュウ、頑張れピカチュウ、君に決めた。これで雷当たらない。なぜ当たらなかったのか、悲しいね。もう一回、あー、いけたいけた。多分これで倒れると思うんだけど、うわー、入んないね。今一つだからか。でも麻痺はついたんで、麻痺の効果を期待したいです。一回雷しよう。もうちょい、もうちょい、しびれて動けない。やったー。これはもうもらいましたね、雷。麻痺ついてくれてよかったです。750経験値をもらいます。不思議マナはレベル33に上がった。エリカとの勝負に勝った。5440円。この
のレインボーバッジ差し上げなければなりませんね。これレインボーバッジなんだ。レインボーバッジをもらいます。親の違うポケモンでも、あ、レベル50まで使える。これもお使いになって。技マシン53メガトレイン、嬉しい。いや、いけましたね。そして帰る。またね、残ってるトレーナーさんたちはおいおい来ようと思います。じゃあここでピカチュウと遊ぶすごいかわいい。勝利の嬉しさが全身に溢れている。こういうのもあるんですね。で、知っている街に移動できるっていう空渡りも行けるので、これを使って行けなかったシオンタウンのポケモンタワーに移動します。これかわいいですよね。風船でふわふわ浮いて移動、楽々移動ができちゃう。いいですよね、かわいくて。あれ、カラカラのお母さんが、そうよ、ロケット団はガラガラたちの骨を高く売るために次々とさらっては、カラカラはなくなってしまったお母さんを今も探しているの。私、ロケット団を許さないわ。俺だってさっきカラカラがまたタワーに入っていくの見たんだ。いなくなった富士老人って人もついでに探してみるよ。ありがとう、気をつけてね。富士老人、ん？お化けは怖いけど、行かなきゃ。ということで、次回行けるようになってるので、ここに向かいたいと思います。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!